どうも、釣りの泉チャンネルです。サトルです。もう今は泣きというか死後になってきた。終了。サトルでした。というわけでですね、とはいうものの、今回の兆候は結果から言うとホゲだったので、今回はこの千葉港周辺のねシーバスの状況というのを、主に千葉ポートタワー周辺でね、おかっぱりからシーバスを狙ってる方向けになっちゃうんですけれども、まあこの辺のね活性だったりサイズだったりどういう傾向なのかっていうのを動画と一緒にお伝えしていく形でいこうと思います。この日はとにもかくにも反応がない。壁際バースの奥なんかにねスピンテールやバイブを投げ込んでも全然反応がないっていうような日でした。穴のこれでどうよ。なんかいねえな。バイブの方が食うのかな。ダメ？このように鼻先で小突くようなアタックはあるものの、フックに乗るような当たりはないっていう感じのが永遠と続きました。シーバスのサイズ感はおそらく30センチからマックスで50センチ程度。そんなシーバスが壁際の潮が緩いところにいるけど食わない、反応が出にくいっていう感じでしたね。唯一反応がギリギリ出るのがバーチカルの釣り、縦に落としていく釣りっていう感じでしたね。ジグにしてもバイブにしても。ジグ40で7カウントぐらい。今のはクソちっちゃかったな。お水が排出されてるその感じのとこいいっすね。釣りの泉お得意の温排水前でもヒットなし。あ、いい、いいよ。意外だったのがこういう潮通しが良くて、いかにも奥まで狙えるバース、こういうとこの反応が一番悪かったです。ようやくだよ。よっしゃあ。マジかよ。どう、何やってるんですか先輩。はい、というわけで我ら上陸しました。ホゲ丸でございます。船で出たのにホゲ丸。はい、というわけでね、まだ今回ねシーバスをこの船に入魂することはできませんでした。誠に遺憾ながら。Where medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself feeling so heavily.